皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルでは iPad を使って背景や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、レイヤーの合成モードというものをやっていきたいと思います。レイヤーの合成モードって何と思われるかもしれませんが、レイヤーをですね描くときに、ここにあるやつですね、今回はプロクリエイトを使用してプロクリエイトで紹介していきますが、ここのですねレイヤーを下のレイヤーとどう合成するかというようなモードを合成モードと言います。この合成モードいろいろあるんですが、乗算とかですね、スクリーンとかよく聞くのもあると思います。それから除外とかですね、減算とかわけわからないっていうのもいろいろあると思いますので、この辺をですね、簡単に、できるだけ簡単に紹介していきたいと思います。僕もですね、全部使ってるわけじゃないんですが、まあ、これはこういう雰囲気になるんだよというような形で紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、ご覧になってください。また結構こう見てわかるように多いんですよね。多いので、今回は2回に分けて紹介したいと思いますので、次回の後編もですね、一緒に見て、まとめて全部見てですね、レイヤーの合成モードを使いこなしてみてください。それでは本編やっていきましょう。はい、それでは本編やっていきたいと思います。さあ、レイヤーの合成モードの紹介に今回なりますが、かなりですね、いろいろとモードが多いのですね、一つずつちょっと紹介していきたいと思います。さあ、まずは、簡単な説明。まあ、レイヤーの合成モードって何というところから紹介していきたいと思います。さあ、レイヤーをどのように合成するかというものの設定になります。今回は、あと iPad の Procreate のアプリを使用していますので、iPad の Procreate にある合成モードを紹介していきます。で、その合成モードですね。ここにあるような乗算だとか焼き込みとかですね、標準スクリーンとか、こういうものをレイヤーの合成モードと呼びます。で、今のでレイヤーをどのように合成するかというのも設定をします。例えば乗算だと乗算で設定しま、合成しましょうとかですね。そういう感じで決めることができます。で、まあ、どういう時に使うのかと言いますと、普通にイラストを描いた後に、後から影やハイライトだったり、カラーを入れたりとか、そういったようないろんな用途として使うことができます。これを覚えるとですね、一個絵を描くだけで、それの色違いを描いたり、影を描いたりと、かなり時短にもなりますので、今回ぜひですね、押さえておいてください。という意味でも、覚えると便利というようなものが、レイヤーの合成モードになります。で、今回紹介する合成モードですね。先ほども言いましたが、iPad の Procreate に載ってる合成モードを今回は紹介していきます。クリスタだったりフォトショップにもですね、同じようなものが、ほぼ同じようなものがありますので、役割的には同じものになりますので、そちらで使う場合もですね、参考にしてみてください。さあ、リストめちゃくちゃありますね。乗算四角かっこ暗く、焼き込みカラー焼き込みリニア、カラー四角かっこ暗い、四角かっこ明るい、スクリーン覆い焼きカラー追加、カラー四角かっこ明るい、オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、ミリドライト、ミニライト、ピンライト、ハードリックス、3絶対値、除外、減算、分割、色相サイドカラー、黄色と、めちゃくちゃありますね。なんと25個もあるということで、まあいっぱいあるんでね、ちょっとパパパパッといきましょう。で、前半ではですね、ハードライトまで、この左側のですね、を紹介していきたいと思います。さあ、今回紹介していくやり方ですが、まずは元画像、こういう元画像を用意しています。この本にカラーをですね、足して合成したモードの結果を表示していっておりますので、一つずつそれを紹介していきたいと思います。ちなみに僕もですね、全部は使ってないです。なんとなく意味わかってるっていうのはありますが、全くこれどこで使うんだろうっていうのもあったりするので、最後のですね、次回の最後の最後に振り返りと、よく使っている合成モードというものを紹介したいと思います。今回は最初ということで、まず最初の3つずついきますね。乗算、焼き込みカラー、焼き込みのカッコリニア。あ、違いますね。乗算、比較、カッコ暗いと、焼き込みカラーの3つですね。さあ、元の絵、これに、これを、レイヤーこれ上に乗せてますね。この、これのレイヤーをこれの上に乗せた場合に、こうなるよという結果が表示されています。で、似てますね。これね、結構全部ね、似てるのも多いんですよ。さあ、じゃあやっていきましょう。乗算、これよく一番聞くんじゃないかな。絵を、パソコンで絵を描いている方はかなり聞くことがある合成モードの一つなのかなと思います。乗算ですね。これ色を掛け合わせして暗くしているというものになります。まあ乗算ですね。乗。なので、まあそういうざっくり。まあなるほど、こういう感じがあってぐらいで覚えておいてください。で、何をするときに使うのかというと、影を描くときに便利なモードとなっております。こんな感じですね。この色を、この色、例えばここの色とここの色を掛け合わせることによって、ちょっと濃いめのね、色になりますよ、というような表現になっております。ここもですね、青をこの辺掛け合わせることで、さらに濃い青になる。この掛け合わせるっていうのは、この RGB の数値だと思ってください。で、乗算の反対にスクリーンというものがあります。これはスクリーンの時ですね、ちょっと紹介していきたいと思います。と、まあ、こんな感じでちょっと簡単にですね、まあ、乗算っていうのはこんな感じ、という形で
紹介していきますので続いていきましょう。さあ次、比較の位、カッコ位ですね。これは何かと言いますと、2つのレイヤーを表示した時に暗い方が適用されるものになります。なので、用途としてはカラーを暗い色へ置き換えることができますよというところになっております。こことの違いね、なかなか似てるじゃないのって思いますが、まあちょっと違うのがわかるでしょうか。まあ、こことかはですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、こう暗いところとさらに線が入って表現になってますが、こっちだともうこのカラー一色になってますね。というような感じで、まあ、レイヤーの暗い部分、まあ、下の方のこのこれですね、この色の方がここにあるような色より暗かったので、それが全部置き換わっているということですね。はい、わかりにくいですねまあでもですね、まあ、暗いのをこう掛け合わせて、まあ、色を置き換えたい時とかに使ったりすることができそうですね。で、これの逆が比較明るい。これも後から出てきますので、その時に振り返ってみましょう。で、三つ目が焼き込みカラー。焼き込みカラー何かと言いますと、下の色を濃ゆくしてコントラストを高めるというような効果があります。なので、画像を暗く濃ゆくするときに使用することがあります。で、ここの上酸ですね。上酸の場合は暗くするんですが、こちらの場合は暗くして、なおかつコントラストも高くしますので、まあ、ここの違いですね。この辺がちょっと違いが出てきます。なので、かなりこう、暗めなんだけど、こう、サイドを明るくしたりとか、そういうような暗さを用いたいときには、焼き込みカラーを使うことがあります。あとは、これの逆が覆い焼きというものになります。という感じで、まず3つですね。上酸比較の位と焼き込みカラーの説明でした。最初のこの3つは全部暗くするパターンですね。なので、この暗くするにも、結構一つ一つね、違うような暗さになっていきますので、まあ、イラストに合ったものをぜひ使ってみてください。かなり簡単な説明になってはいきますが、こんな感じで次、焼き込みリニアとカラー比較の位と比較の明るいをやっていきます。さあ、焼き込みリニア、これ何かと言いますと、色を濃ゆくしてコントラストを高めることができます。これね、なんかさっき聞いたような気がするぞと思われた方もいるかもしれません。焼き込みカラーですね。下の色を濃ゆくしてコントラストが高まる。これとほぼほぼ一緒ですね。色を濃ゆくしてコントラストを高めると。なので、焼き込みカラーと似たようなものになるんですが、焼き込みカラーよりもさらに暗く、そして上酸に近い印象になります。なので、コントラストがガンと上がるわけじゃなくて、ちょっと暗めにですね。暗めに、上酸にどっちかというと近いような印象を与えることができます。これもですね、全部こう計算式があるんですね。その計算式までは僕全くわからないんですけど、まあ、なんとなくですね、焼き込みリニアはこんな感じなんだ、みたいな感じで、まあ、暗くする、ね、役割の中での焼き込みリニアというものを覚えておいてください。まあ、そして、カラー比較の暗い。これはカラーの情報を比較して色を置き換えることができます。なので、色の置き換えにですね、使用することができますよ。で、これもどういうことかと言いますと、カラーの情報というものをですね、参照して、RGB ですね、カラーの情報を参照して、色を比較して、で、置き換えていく。というのは非常に、こう、これまた面白い合成モードになりますので、例えばですね、ここの青い部分とかは、ここ、ちょっと茶色が乗ってるので、ここ、青い部分がちょっと茶色くなっちゃってると。で、これは暗い方に置き換わっているので、こんな感じになっている。というような形で色を置き換えることができるんですね。こうやって茶色を塗ることによってこの色に置き換わりましたよ。なのでそういう場合に使っていきましょう。次、比較の明るい。で、先ほど比較の暗いが出たと思いますが、これですね、比較の暗い。これは2つのレイヤーの暗い方が適用されました。なので、比較の明るいは2つのレイヤーの明るい方が適用されます。この黒い輪郭線を見たらわかると思いますが、輪郭線本当は黒いんですが、暗いところをこれと比較して、これですね。これと比較して、こっちの方が明るかったので、こっちの色に置き換わってるんですね。と、こんな感じで、こう比べてですね、明るい方に置き換えることができると。まあ、白はもちろん白がね、明るいんで、白のまんまになります。この比較明るいから下、次からの方ですね。まあ、ちょっと明るいゾーンに入っていきます。パン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 説明していますが、大丈夫でしょうか？まあ、なんとなくですね、明るいやつと暗いやつがあると思ってください。さあ次、スクリーン。これスクリーンの反対、上酸、最初やったやつですね。上酸は、カラーを掛け合わせて暗くする感じ。で、スクリーンと上酸の関係は逆なので、スクリーンの場合は上酸と反対の効果になって、掛け合わせたところが明るくなると思ってください。まあ、掛け合わせるわけではないんですが、まあ、明るくなると思ってください。なので、ハイライトを描くときに便利になります。ちなみに上酸はですね、上酸はこれですね。これがこうなると。これがこうなりますよと。なので、明るくするときに非常に便利な合成モードになります。で、次も明るい合成モードですね。次は覆い焼きカラー。
で、大焼きカラーというのは上のレイヤーの明るさで明るくなりますよ。だからさらに明るさを足して足してみたいな感じになりますので、まあ、色がね、こうぶっ飛ぶぐらいハイライトがこうパーッとパーッと当てたい時とかに使用したりします。まあ、めちゃくちゃ明るくなると思ってください。で、さらにもう発光してんじゃないかぐらい明るくなるのが追加ですね。これはまあ加算のような効果と書いてますが、まあ、色を重ねてですね、どんどん足していって、もう白に近くしていく、まあ、発光するような形になっていると。なので発光するほどに明るくなるのが追加。なのでこれは先ほどの大焼きカラーよりも強めのハイライトに使用することがあります。こうライトとかがピカーって光るときとかは追加を使ったりします。多分他のクリスタとかのソフトだと多分発光とかになってるのかな。大焼き発光とかになってるかと思います。まあ、こんな感じですね。今回の3つは全て明るくするものでした。で、スクリーン、こうやって見るとスクリーンは結構ね、静かに明るくしてますね。こんな感じで見比べると結構違いがわかるかと思います。なので、こう、すごい発光させたいって時は、大焼きカラーだったり、追加を使うことで、お望んだ効果を得られるかと思います。さあ、どんどん行きましょう。さあ、次の3つですね。次の3つは、カラー比較の明るい。で、オーバーレイソフトライト。になります。さあ、カラー比較の明るい。これはですね、先ほどカラー比較の暗いっていうのがありましたね。カラーの情報を比較して色を聞かれると。で、これの明るいバージョンになります。要はカラーの情報を比較して明るい方に置き換えてあげると。なので、明るい色を塗って暗かった、まあ暗いところをですね、なんかちょっと明るい色に置き換えたいなってところはこう塗ってですね、こうカラー比較明るいにしたらそこの色が置き換わるという感じで使えることができます。で、次はオーバーレイ。で、オーバーレイが、蒸散とスクリーンの合わさった合成ですね。で、先ほどね、スクリーンと蒸散って逆じゃなかったんかいって思いますが、まあ、今回はそれが合わさったんですね。なので、蒸散っていうのは暗い部分が、まあ、暗くなると。で、明るい部分は、まあ、白の部分とかですね、全然影響ないですが、まあ、そこの白い部分が、まあ、スクリーンっぽくなるというような形になっております。なので、まあ、蒸散とスクリーンのいいとこ取りだと思ってください。なので、明るい部分も影の部分にもコントラストをつけやすい、まあ、描きやすい。上からですね、こう、どんどん、こう、ムラを出したりとか、コントラストっていうのを非常に追加しやすいモードになっております。これ、オーバーレイすごい僕使うんですよね。なので、まあ、こういう普通の元画像にいろんな色を足すことで、テクスチャーだったりも描きやすくなりますので、ぜひですね、使ってみてください。さあ次、ソフトライト。これはまあ、ざっくり言うと、オーバーレイをちょっと弱めにした印象を与えることができます。まあ、これとこれ見てもらえばね、わかるかと思いますが、まあ、ほぼほぼ違いはないですが、まあ、ちょっとこっちがね、穏やかかなという形になりますね。なので、軽く色を乗せてあげるときに便利になります。要は、色を、ちょっと色の雰囲気変えたいなってときに、ソフトライトでこう、ふわっと乗せてあげたりすると、優しい感じで色が置き換わるという形になります。さあ、前半戦かなりバカバカ喋ってきましたが、最後がハードライトになります。ハードライトも蒸散とスクリーンの合わさった合成と、先ほどね、見ましたね。さあ、オーバーレイ、蒸散とスクリーンの合わさった合成。これの、同じようなパターンですね。まあ、レイヤーの重ね方でオーバーレイと同じ効果を得られますよ。まあ、これ逆にした時に逆に重ねると、同じような効果を得られると。まあ、ちょっとですね。難しい話、ちょっとですね、ちょっと分かりづらい話になるかと思いますが、レイヤーを逆転した時に、蒸散とかをかけな、こうなんだろう、下にあったものを上の方で蒸散で重ねた場合ですね、こう逆転してはですね、ちょっと色味が変わってしまうんです。ですが、オーバーレイが上のレイヤーにあって、元の画像ですね。この時の画像と、下にレイヤーがこれを入れ替えて、こっちを通常にして、こっちをハードライトにした場合、っていうのは同じ効果を得られますよと。前は、オーバーレイと逆転の、まあ、逆にした時に、ね、ちょうど同じようになるような合成モード。そう、わかりづらいですね、何言ってるかね。なんですが、まあ、かなりね、明るく、明るめにコントラストとかを追加できると思ってください。実際に比べてみるとですね、こちら、ちょっと今、後ろにちょっと邪魔なのがありますが、こっちがオーバーレイ。ですが、ハードライトがこっち。なので、ちょっと明るめに、もうがっつり、明るめというか、まあ、濃いめにか、濃いめに、色を乗せることができております。ですね、ハードライト。ちなみに言うと、ソフトライトと比べるとこうですね。ソフトライトはちょっとソフト。まあ、オーバーレイを基準としたら、オーバーレイよりソフトライトの方が柔らかくて、ハードライトの方ががっつり色が乗ってると、色味も乗ってるというような違いが出てきますよというところになります。
なんかですね、この値を計算する方法がですね、ちょっとずつ違うんですね。掛け算したりとか、引いてみたりとか、足してみたりとか、その辺で結構色味の最終結果というものが変わってきますので、興味がある方はですね、ぜひもっと詳しくいろんなところに載ってますので、探してね、見てみてください。もう僕のこのチャンネルではもう簡単に、まあ、こんなイメージになるよっていうだけ紹介していきたいと思います。もう計算式とかですね、僕もちょっと分かってないところがありますので、絵を描く上での印象的なところでのお話になります。はい、じゃあちょっとね、最後にまとめてみました。かなりこうバカバカバカに喋ってきて、ね、忙しかったと思いますが、かなり、ね、いっぱいありましたんでね。まあ、一つ一つまたですね、再生巻き戻しながら確認してみてください。全体的にはこんな感じです。元画像がこれだとしたら、乗算、比較、焼き込みから、焼き込みリニア、から比較の暗い。ここまでが暗い状態ですね。この暗い状態を与えると言っても、一つ一つこう若干違いがあるのがわかるかと思います。この中だと焼き込みリニアがかなり暗いですね。でこちらの比較明るいというところからが明るいモードになります。で比較暗い、これと逆ですね。光る明るい、比較の明るい。でカラー比較もこちらの暗いと逆。でスクリーンは乗算と逆。こんな感じで逆転のね、対になるものもあります。で追い焼きカラーと追加はすごい光が入って発光すると。でオーバーレイ、ソフトライト、ハードライトは仲間のようなものになっております。コントラストだったり色味をきれいに変換させることができますが、ソフトライトはやはり名前の通り柔らかくて、ハードライトはハードな感じというような形で、まあ、なんとなくですね、覚えておいていただければ、自分の絵に何か活かせるかなと思いますので、ぜひですね、まあ、こういう効果が得られるんだなっていうのをなんとなく覚えて自分のイラストに反映させてみてください。ちなみにこの中で僕が一番使っているのは乗算とオーバーレイです。もうこの2つめちゃくちゃ使えますね。もうオーバーレイとかもコントラストをこうつけるのにすごい便利だったり、乗算もこう影をね、描くのに非常に便利なので、まあ、この辺だったり、まあスクリーンだったりですね。まあこっちの前半の方は結構比較的に使うのが多いかもしれないです。追加とかもまあぼちぼちね、使ったりしますので、まあ、多いと思います。後半の動画の方はですね、こっちのビビッドライとかやっていくんですが、こっちはまあ僕もかなり使わないことの方が多い。まあ、ほぼ使わない合成モードになりますので。まあ、でも面白い効果が得られるのでですね。ぜひ次回の動画もご覧になっていただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回は合成モードのこう簡単のですね、説明になりました。まあ、かなり早足で進めていったと思いますが、ぜひですね、わからないところとか、またこうどういう変化があるのかなっていうところは巻き戻しながらですね、見てもらえればと思います。今回のこの動画が面白かった、良かったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画、後編ですね。でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。